みなさんこんにちは、みずきあおの青色 TV! イエーイ、始まりました。今日は白米を食べないの3ヶ月経過しました。イエーイ、いや、イエーイでいいんかな。はい、白米をやめると宣言してから3ヶ月が経過しました。はい、それで3ヶ月が経ったけど、まあ、痩せたっていうのも気になると思うし、白米やめてどんな感じとか、白米がめっちゃ食べたい時どうしてんのっていう風に、すごいいろんなことをみんな思うと思うから、今日はそれを答えていきたいと思います。じゃあまず、痩せたか。はい、この疑問なんですけども、実際には太りました。いや、もう太りましたとか堂々って言うことじゃないねんけどさ、まずもう私、白米が大好きなんですよ。もうお米大好きで、お寿司大好き、おかゆ大好き、チャーハン大好き、もう米が使う料理がすごい好きなんですよ。もう卵かけもかけりふりかけも、もういろいろ好きやねんけど、それが急に食べられなくなると、やっぱりその代わりに何かを食べたくなるねん。で、その代わりに食べてたのがうどんとラーメン。ラーメン全然食べる人じゃなかったけど、もうインスタントラーメンをめちゃめちゃ食べるようになりました。で、うどんも食べる量が増えて、もうなんかもう米のあのぬちょぬちょ感が味わいたくて、うどんみたいな。わかる？で、その結果、2キロ太りました。なんかみんなにはなんかあんまり食べてないから、ちょっと痩せたくないみたいな感じで、こう言ってくれてて、あ、私も痩せてるかもとか思ってたけど、実際、まあ2ヶ月経ったぐらいで、あ、2キロ太ってるわと思って、やばーと思いました。でもやっぱりやめれなかった麺類。じゃあ米を食べたい時どうしてるんっていうのね、すごいみんな思ってると思う。そう、米を食べたい時はカリフラワーライス。そう、カリフラワーライスを食べてました。で、ちなみにカリフラワーライスっていうのは、カリフラワーをバーってみじん切りして、で、まあ炒めたり、炒めたらチャーハンっぽくもできるし、まあ、普通に、あ、私冷凍のを使ってました。で、レンジでチンしたりして、ふりかけかけて、もうほんまにお米っぽく食べれました。なので、特に、もう最初はなんか、あ、もうおにぎり食べたい。あ、もうこれも食べたいみたいな感じではあったけど、実際もうここまで来たら全然大丈夫です。で、カリフラワーライスをもうほんまにどうしても食べたい時は食べてました。だから、お米がなくてもカリフラワーライスで満足できます。で、まあ、特に痩せることもなく、まあ、太る一方っていうか、まあ、その2キロ太ったままだったんですけど、ある日突然ね、胃腸炎が訪れました。最近の出来事ですけど、そう、胃腸炎が起きて、まあ、それは別に食生活の原因もあるかもしれへんけど、まあ、でも実際はその、まあ、うつったっていうのがあったんで、まあ、それだと思うんですけど、胃腸炎になって3キロ落ちました。これ体重的な話をすると3キロ落ちました。まあでも回復する時って、もうほんまお粥が食べたかったなあの時、もうほんまに食べたかったけど、うどんで我慢した。うん、そう、うどんを食べました。まあそっから別にそこまでうどんとか、ラーメンを食べたいっていう欲がなくなって、でもう最近本当に麺類が逆に食べなくなりました。なんかもう胃腸炎のおかげとか言うのもあれやけど、マジで私の生活をすごい満たさささささささただ させてくれた、私の生活リズムが戻ったよ、ほんまに。だから3キロ落ちて、そのままキープ今してる状態です。なので、実質お米は食べなかったら痩せるではなくて、炭水化物を食べなかったら痩せやすくなるんじゃないかなって思いました。だから、まあ、米をやめて痩せれるわけではないです。麺類も取りすぎたら、あ、ほんまにあかんのやって思いました。まあ、麺類の方が特に太ると思いました、お米よりも。はい、なので、3ヶ月経った今、1キロ落ちた状態です。そう、まあ、ここからね、またどうなっていくかっていうのは、また3ヶ月後だったりとかで撮っていこうと思います。実際にカリフラワーライスってどうやって作って、どうやって食べてんのって
やっぱ思うと思うから、そういうのはまたレシピ動画として出そうと思います。私のね、朝ごはんだったり夜ごはんだったりお昼ごはんだったり、みんなに見ていただきたいと思います。はい、ということでね、白米3ヶ月やめ続けている動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。なので、ダイエットをする方は炭水化物を取らないようにした方がいいかもよ。それじゃあ、またねー。